Marvelous! いよいよだ。すでにびしょびしょになって準備完了の君たちにはビーチビーチスプラッシュでナンバーワンを決めてもらうよ。その大会は名付けて P1 グランプリだ。 P1 グランプリ。 P1 グランプリには予選と決勝トーナメントがあるからね。チームで勝ち抜いて優勝をつかみ取るのよ。あとはもう好きにはっちゃけちゃってください。ポロリももろ出しも大歓迎だ。いいえ、もろ出しは NG です。皆さん最後の一戦だけは守るように。ミスター K もあまり調子に乗らないでくださいね。そんな怖い顔で睨まないで。これから PBS を盛り上げようってのに恐怖で縮こまっちゃうでしょうが。あそこかき。とにかく今伝えるべきことは全て伝えたよ。あとはスタートするだけだね。己の持つ力を全て使って勝ち抜きなさい。私たちはいつでも見守っているわ。それでは P1 グランプリ今開幕です。びしょ濡れ忍び出てこいよ。違うな、みなりちん。ピーチビーチスプラッシュ。わあ、さすがしきちゃん、発音がかっこいい。語学の勉強を頑張っている証ですね。世界で活躍できる忍びになるのがしきちゃんの夢なんだもんね。まあね。あ、それよりも今は PBS のことだよ。簡単に言うと水着で水鉄砲大会だよね。どうすんの、ゆみちん。私の心なら決まっています。このような恥ずかしい大会には参加しません。そうなの。刺激が欲しいと言い出したのはゆみのはずですが。それはそうなのですが、物には限度というものがあります。 PBS は刺激が強すぎます。私たちには立派な忍びになるという使命があります。このようなハレンチな大会に出ている時間はありません。うんうん、わかるよ、ユミチンの言ってることはさ。でも予選の1回戦くらい参加してみてもよくなくない？やってみたらほら、意外と忍びの修行になるかもだし、瞬発力とか上がっちゃう感じになったり。そうでしょうか。私には刺激が強すぎるように思えるのですが。それそれ、そういうこと。刺激が強いってことはさ、メンタル鍛えられるってことじゃん。なるほど、シキさんがそこまでおっしゃるのなら何事も経験と言いますし、試しに参加してみることにしましょう。参加するからには勝たないと。ここは本気でいきましょう。ああ、腕が鳴る。では始めましょう。ただしあくまで刺激は控えめ、エッチなのは抑え気味に。お願いします。それでは参りましょう。5、4、3、2、1、レッツスプラッシュ。やっぱり少し恥ずかしい気がします。
ダメだよユミチン、こういう時は思い切って楽しまないと。うん、ほらほら、今日はみんなでパリピになろう。パリピ、なんだそれは。パーティーピーポーの略だよ。パリピパリピ。皆さん、これは修行の一環だということも忘れないでくださいね。まだじゃ。視聴者も盛り上がってきたわ。我も続けていいと思う。水着姿で戦う少女たちの躍動感、この経験は漫画を描く際に役に立つ。皆さん、ユミ、実はわしも一回やってみたら、そのなんというか、胸がワクワクしたのですね。ええ、まあそうじゃ。そんなに申し訳なさそうに言うことはありません。私もやっていてとても楽しかったです。思いのほか体力や頭も使うことも分かりました。これなら忍びの修行にもなりそうです。ってことは P1 グランプリにこのまま参加していいんだね。はい、ただしエッチなのはほどほどに。これだけは守ってくださいね。ああ、決して成人向けにはせん。その一戦だけは死守してみせる。それでは皆さん、優勝を目指して頑張りましょう。おいっぱいいっぱい楽しまなきゃだよね。だってこれが最後かもしれないし。さて皆さん、参加するからには目指すは優勝です。うん、っていうことは優勝したなら何をもらうかを決めないとね。そんなものはいりません。辞退します。私たちは純粋に競技を楽しむために参加するのです。賞品なんてものがなくても問題ありません。もう真面目なんだから。まあいいじゃない、PBS は楽しめるんだからさ。しかしこの PBS には今までの修行や経験があまり通用しません。ですからしっかり作戦を立てる必要があると思うのです。やっぱそうだよね。じゃなきゃ次の予選2回戦で敗退ってのもありえるし。優勝を狙うとなるとわしは少々不安です。ずっと拳でしか戦ってこなかったから銃の扱いが今一つつかめなくて。狙いを中心に捉え引き金を絞るように引く。これが的にうまく当てるコツだ。漫画でそんな感じのことを読んだことがある。絞るように引く。
どういう感覚なのでしょうか。絞るといえば乳じゃない。他に絞るものなんて思いつかないし。なるほど、乳を絞るように引き金を引くってことですか。みのり、牛さんのお乳絞ったことない。だからそんなこと言われてもわからないよ。私もです。どこかその辺に牛さんはいませんでしょうか。正確に感覚をつかんでおきたいですが。牛はいないが乳ならあるな。それはもしかして、あの理解はしましたけど、だとしたら一体誰のお乳を。みのりは夜桜ちゃんのがいい。賛成。なんか夜桜ちんって乳牛感あるし。ダメです、わしの乳は絞らせません。だいたい乳牛感とはなんじゃ。だが勝つためには絞らないと。なら、みんな自分のを絞ればいいじゃろう。それで感覚をつかんで次の試合に生かす。これで決まり、十分じゃ。じゃあそれぞれ自分のおっぱいを絞ってみようか。わかりました。これも勝つためですからね。もみもみもみむにぷにぷにふかふかって、こんなので感覚がつかめるのですか。いざ尋常に。5、4、3、2、1、 Here we go。 夜桜さん、感覚はつかめましたか。どうでしょうか。自分ではよくわかりませんが、一回戦の時よりも確実に腕が上がった気はするぞ。そうですか。だとしたら絞った甲斐がありました。でもさ、おっぱい出なかったね。当たり前だよ、みのりち。おっぱいはお母さんにならないと出ないんだから。そっか、みのり出したかったんだけどね。もっと巻きで。お友達は大丈夫かしら。父を縛る。少し恥ずかしい経験でしたが、勝てたのでよかったです。絞った甲斐があったね。そうですね。ですが、あまり大声で言わないように。人に聞かれたら恥ずかしすぎますから。はははは、さすがは月仙女学館の少女たちだね。素晴らしいチームワークだ。へへー、でしょでしょ、あたしらってすごいんだから。勝利のために己の乳を絞るとは、その貪欲さ、賞賛に値しますわ。ちょっと、あれを見ていたのですか。ええ、もちろんです。あなたたちの勇姿はこの目に焼き付けました。ミスター K も焼き付けたかったんだけどね。見ようとしたらミス R に殴られちゃったよ。当たり前です。どうしても乳絞りが見たいのなら私が見せてあげます。それで我慢してください。ええ、私は何を言っているのでしょう。まあそれはそれとして、ユウたちならきっと優勝争いに加われるはずさ。最後まで熱く激しく戦ってくれたまえ。そうですね、私たちの計画のためにも。計画。おっと、今のは聞かなかったことにしてくれ。ユウたちは無心に乳を絞って勝利を重ねてけばいいのさ。というわけでグッバイ。何だったのだ、あの二人は。
わかりませんが、何か一波乱起きそうな予感がします。でもさ、何があってもノープロッシャー、みんなとっても強いんだから、どんな問題でも乗り越えていけるって。ええ、そうですね。うん、だから私がいなくても大丈夫。四季さん、今の言葉はどういう意味ですか？なんでもないから、そろそろ次の試合の準備しなきゃだよ。ほらほら急いで。四季さん、どうしたのでしょうか？どうしたのですか、ユミ？いえ、少し気になることがあって。ミスター K たちが言っていた計画のことですか？ええ、そのことも気になるのですが、実は四季さんの様子が。様子？ユミチン、夜桜チン、こんなところで何を話してるの？そろそろ予選3回戦始まるよ。いえ、何でもありません。っていうかさ、あのミスター K とミス R って超怪しくない？そうですね、何かの計画に私たちが利用されている、そんな可能性も考える必要はあります。じゃあ PBS はやめちゃうの？いえ、 PBS の参加は続けるつもりです。もしその計画が危険なものならば、私たちが阻止しないとなりませんし。だね。でもミスター K とミス R って悪いことをしそうな感じはしないけどね。変態っぽいだけで。私もそうは思いますが、注意はしておいた方がいいですね。オッケー、任せて。じゃあそのことをみんなにも伝えておくね。いつもの式と変わらない。いや、いつもよりテンション高めな感じがしますけど。そうですね、私の思い過ごしならいいのですが。教えてくれ。これはきっとみんなでいっぱい一緒に遊んで仲良くなろうってことなんだよ。それなら隠す必要はないですね。じゃあな、もっとサービスカット。なのでしょうか。また遊ぼうね。やったやった、順調に勝ち進んでるね。喜びのハグだよ、ムラッチ。うにゅというだけでもこっぱずかしいのに、その上我のどうしようもない素顔なんかも、この
我の汗やら何やらが染みついたお面を手に。ムラッチ、ちょっと落ち着きなってば。お面ならほらそこに。落とし物はこれかな、キューティクルレディ。息でいなせなマスクをフォーユー。感謝する。あらら、でもやっぱり隠しちゃうのかい。せっかくのビューティーがもったいない。愛と優の間には隠し事なんてノンノンだよ。隠し事ならノンノンですか。ならばお話ししていただきましょう。この P1 グランプリの真の目的を。あはは、いたたたたたた、そいつは痛いところを疲れちゃったぜ。どうしたものだろう、ミス R。 どうしてそんなにアングリーフェイス。そんな顔してちゃミーの手汗がドントストップだよ。村雲にはビューティーとか言ってあげるんですね。私は言ってもらったことないのに。え、そういうこと。それはだってほらその年齢の問題ですか。はっきり言ってください。その方が私もすっきりします。年齢など問題ではない。君はいくつになっても美しい。そしてそしていや、今はよそう。こんなふざけた格好で言うことではない。だがその時が来たら必ず。キリア先生、いや、ミスター K。 あの、私たちお邪魔のようですね。あはっと失礼、退散するのはミーたちの方だ。さあミス R、一緒にレッツドロン。はい、どこまでもお供させていただきます。何だったのでしょうか。結局何も聞き出せませんでした。今度会った時に聞けばいいっしょ。さあ次の試合の準備をしよう。はっ、しきちゃん落とし物だよ。ちょっと後で渡せばいいか。これ手紙。